はい、お久しぶりでございます、安尾です。ということでね、まず最初にね、ご報告というかすることがあって、まあツイッターフォローしていただいている方は分かると思うんですけど、僕が名前をね変えて安川で行こうかなと思います。まあ安川は普通に自分の名前なんですけどね、だから安尾っていう風にしてあるんですけど、なんで安川がにするかっていうと、まあ一番今のところしっくりくるとか、バイトとかでも安川とか安とか、まあ、安だったら安尾でもいいんですけど、まあ安川って呼ばれることが多かったりするんで、まあ安川くんとかね、安川でもね行こうかなと思ってます。まあ本名だだけにね、まあ、安川言われるのが当たり前なんですけど、それでね行こうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。ということでね、新しいバージョンの入り方いってみましょう。はい、どうも皆さん、安川です。ということでね、今回は、また新しい海外のね防災エナジーゲットすることができたので、飲んでいきたいなと思います。外に出してたんでちょっとね、ヒッヒでさっきも、ね、凍ってたんで溶かしたんですけど、まだちょっとシャーベットだ、それがちょっと見えちゃってるけど、はい、ドン、モンスターエナジーアブソリュートゼロ、これがね本当のアブソリューティーゼロです。後ろに見てもらうと、こっちの方にあれですか、ちょっと分かりづらいですか、青いね日本版のやつ、あれにアブソリューティーゼロって書いてるんですけど、あれは違うんですよ。はい、こっちが海外のアブソリューティゼロ、あっちはまたね後々違うやつをね持ってくるので、それで紹介したいなと思います。本物のアブソリューティゼロね、いただきましょう。これね大丈夫かな、プシュッてさ溢れてこないかな、よし大丈夫だったけど、シャーベットが残ってる。うん、色が普通にあれだね、モエラの緑のやつとか青のやつとか、そういう普通のエナジードリンクっていう色ですね。匂いもそうだな、これがモンスターだっていう感じの、うまいね本当にモンスター、最高だわ。でこの見てもらうと、じゃ黒に若干青が入ってる感じですね。なんだろう、パールセントに青みたいな、ブラックブルーみたいな深めの青が入ってますね、正面に。で裏は普通に黒でなってて、こういう風に書いてますね。カロリーズ、ゼロカロリーズ、ゼロシュガーズ、ゼロカロリーズ、同じこと読んじゃった、といったまあ感じで、こんな感じなんですけど、まあ中に入ってるそのカフェインの量とかそういうのは、まあ日本のよりは多くなってるはずなんですね、そういうものは。まあこれが本場のモンスターだよっていう、あっちは日本向けのモンスターだよ、これが本物のアブソリューティーゼロだよっていう感じの、このねモンスターエナジーのガツンとくるね美味しい味ですよ。うんまいわ。ということで、皆さんもねエナジードリンクファンの方とかね、よければね、メルカリさんとかねよく置いてるんで、自分も利用してるんでね、探してみて買ってみたりしてはどうでしょうか。インテリアとしてもねかっこいいですよ。自分はこんな感じで置いてます。はい、あ、
モンスターエナジーのニューエラ2つ買っちゃいました。ということで、これから安川に行きます。バイ。